申し込む。サンジャポに大抜擢された新人山本里奈アナの素顔、太田さんの楽屋に行くと打たれています。入社1年目にして看板番組のアシスタントに、将来のエースアナとの呼び声が高い TBS 山本里奈アナ、その知られざる面白人物像に迫った。台本にないことを振られないかといつも緊張。ダッシュ本番中とシュープレ用に写真を撮っている時の顔が全然違うって、さっきサンデージャポンのスタッフの人が言ってましたよ。山本里奈以下山本、本当ですか？日曜日は朝起きてから番組が終わるまでずっと緊張しているので、ちょっと硬くなっているんだと思います。それが生放送が終わって、はい以上です、声がかかるとほっとしてリラックスした表情になるんでしょうね。ダッシュ、そのリラックスした表情がすごく可愛いんですよ。読者や視聴者ももっと山本アナのリラックスした表情を見たいと思っているはずです。山本じゃ番組でもあまり緊張しないで、もっと自然体でいられるように頑張らないといけませんね。笑い。ダッシュ、そうですよ。そんな山本アナは今年1月から吉田明夫アナに代わってサンジャポの7代目アシスタントに大抜擢、抜擢されたわけですが、初めてそのことを聞いた時はどう思いました？山本、確か11月の終わりくらいに山本里奈さん、ちょっといいってアナウンスセンター長に呼び出されたんです。その瞬間、私何かまずいことしちゃったかなって不安になって、ダッシュ写真週刊誌に撮られたとか。山本、いやそういうことではなくて、生放送で読み違いをしたかなとか。でもサンジャポのアシスタントの話があるんだけどと聞かされて、最初は何の話をしているのかなと思ったんですが、自分がアシスタントを担当することが分かって、本当に私でいいんですかって嬉しくて涙が出そうになりました。ダッシュ、サンジャポは TBS の看板番組ですからね。山本、私情報バラエティ番組志望で、吉田さんみたいなアナウンサーになりたいとずっと思っていたんです。だから吉田さんの後を引き継げるのは夢みたいでした。マイナス吉田アナから何かアドバイスとかはもらいました？山本、はい。吉田さんは最初は私も緊張して何も言えなかったし、会話にも入っていけなかったから無理しなくても大丈夫、そのうちに自然と会話に入っていけるよ、そのためにはまずは場数を踏むことでおっしゃってくださいました。ダッシュ、じゃあもう5回も場数を踏んでいるんですから、だいぶ会話に入れるようになったでしょう。山本、いやそれがまだまだなんです。この前も西川綾子先生の恋愛トークの後に、私が一言恋愛を頑張ってほしいですと言ったら、スタジオがシーンとなってしまって、あの時になんて言えばよかったのかなって今でも反省しています。ダッシュアドリブで話すことは多いんですが、山本、フリップなど進行に関する台本はありますが、番組の特性上それとは関係なく思いもよらぬことを出演者の方から急に聞かれることが多く、まさかの角度からの質問にどう答えたらいいかといつも緊張しています。マイナス級に聞くのは太田光さんとかですよね。山本、てん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 。ダッシュ、爆笑問題は山本さんに優しくしてくれますか？山本、はい、とても。放送が終わった後に楽屋にご挨拶に行ったら、田中裕二さんからはこれ食べなって、薄いおせんべいの缶にカマンベールチーズ味のクリームが入ったお菓子をいただきました。しかも1枚と言わず、もっと食べなっておっしゃるので、3枚も食べちゃったんです。マイナス太田さんはどうですか？山本、太田さんは最初にお会いして初めましてってお辞儀をして顔を上げた時に、おもちゃのピストルでバーンって撃たれたんです。その時私何も反応できなくてちょっと悔しかった。それで2回目の時も同じように撃たれたので、すかさずうっ
って胸を押さえたら、はははははって笑ってくださいました。それ以来、太田さんの楽屋に行くと大体撃たれています。マイナス棒、サンジャポファミリーの一員になってますね。山本、そうだと嬉しいんですが。発売中の週刊プレイボーイ9号山本里奈注目の TBS 新人アナを直撃インタビューではさらに自分の極秘情報を告白。そちらもぜひお読みください。山本里奈1994年生まれ千葉県出身。サンデージャポン毎週日曜9時54分波ダッシュの他に朝ちゃん毎週月波ダッシュ水曜5時25分波ダッシュ早時毎週金曜4時波ダッシュなどに出演。好きな食べ物は焼肉。密かに韓国への焼肉旅行を計画しているとか。サンジャポに大抜擢された新人山本里奈アナの素顔、太田さんの楽屋に行くと撃たれています。入社1年目にして看板番組のアシスタント、将来のエースアナとの距離も今高い BTS 山本里奈アナ、その知られざる面白い人物像に迫った。台本にないことを振られないかといつも緊張。スラッシュ本番中と中プレイ用に写真を撮っている時と顔が全然違うって、さっきサンデージャポンのスタッフの人が言ってましたよ。山本里奈、今山本本当ですか。日曜日は朝起きてから番組が終わるまでずっと緊張しているので、ちょっと硬くなっているんだと思います。それが生放送が終わって、はい以上ですで声がかかるとホッとしてリラックスした表情になるんでしょうね。ダッシュ、そのリラックスした表情がすごく可愛いんですよ。読者や視聴者ももっと山本アナのリラックスした表情を見たいと思っているはずです。山本、じゃあ番組でもあまり緊張しないでもっと自然体でいられるように頑張らないといけませんね笑い。ダッシュ、そうですよ。そんな山本アナは今年1月から吉田明夫アナに代わってサンジャポの7代目アシスタントに大抜擢、抜擢されたわけですが、初めてそのことを聞いた時はどう思いました。山本、確か11月の終わりくらいに山本里奈さんちょっとってアナウンス専門長に呼び出されたんです。その瞬間、私何かまずいことしちゃったからって不安になって、ダッシュ写真週刊誌に撮られたとか。山本、いやそういうことではなくて生放送で読み違いをしたかなとか。でもサンジャポのアシスタントの話があるんだけどと聞かされて、最初は何の話をしているのかなと思ったんですが、自分がアシスタントを担当することが分かって、本当に私でいいんですかって嬉しくて涙が出そうになりました。ダッシュ、サンジャポは TBS の看板番組ですからね。山本、私情報バラエティ番組志望で吉田さんみたいなアナウンサーになりたいとずっと思っていたんです。だから吉田さんの後を引き継げるのは夢みたいでした。マイナス吉田アナから何かアドバイスとかはもらいました。山本、はい、吉田さんは最初は私も緊張して何も言えなかったし、会話にも入っていけなかったから無理しなくても大丈夫。そのうちに自然と会話に入っていけるよ。そのためにはまずは場数を踏むことっておっしゃってくださいました。ダッシュじゃあもう5回も場数を踏んでいるんですから、だいぶ会話に入れるようになったでしょう。山本、いや、それがまだまだなんです。この前も西川彩子先生の恋愛トークの後に、私が一言恋愛を頑張ってほしいですと言ったら、スタジオがシーンとなってしまって、あの時に何て言えばよかったのかなって今でも反省しています。ダッシュアドリブで話すことは多いんですか。山本、フリップなど進行に関する台本はありますが、番組の特性上、それとは関係なく思いもよらぬことを出演者の方から急に聞かれることが多く、まさかの角度からの質問にどう答えたらいいかといつも緊張しています。マイナス、急に聞くのは太田光さんとかですよね。山本、てん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 。
ダッシュ爆笑問題は山本さんに優しくしてくれますか？山本、はい、とても。放送が終わった後に楽屋にご挨拶に行ったら、田中裕二さんからはこれ食べなって、薄いおせんべいの缶にカマンベールチーズ味のクリームが入ったお菓子をいただきました。しかも1枚と言わずもっと食べなっておっしゃるので3枚も食べちゃったんです。マイナス太田さんはどうですか？山本、太田さんは最初にお会いして、初めましてってお辞儀をして顔を上げた時におもちゃのピストルでバーンって撃たれたんです。その時私何も反応できなくてちょっと悔しかった。それで2回目の時も同じように撃たれたのですかさず、うって胸を押さえたらはははははって笑ってくださいました。それ以来、太田さんの楽屋に行くと大体撃たれています。相撲、サンジャポ、ファミリーの一員になってますね。山本、そうだと嬉しいんですが。発売中の週刊プレイボーイ9号山本里奈注目の TBS 新人アナを直撃インタビューでは、さらに自分の極秘情報を告白。そちらもぜひお読みください。山本里奈、山本里奈、1994年生まれ、千葉県出身。サンデー、ジャポン、毎週日曜9時54分、波ダッシュの、岡に、朝ちゃん。毎週月、波ダッシュ、水曜5時25分、波ダッシュ、早時。毎週金曜4時、波ダッシュ、などに出演。好きな食べ物は焼肉。密かに、韓国への焼肉旅行を計画しているとか。